メディアコンバーターメディアコンバーターはメディコン MC とも呼ばれるコンピュータネットワーク機器である。1990年代に登場し2種類の異なるメディアと光ファイバーケーブルを相互接続するためのネットワーク機器である。用途としては伝送距離の延長を必要とする大都市圏ネットワークから広大な敷地を持つ企業、大学等の建物間で利用される。 メディアコンバーターの種類には、ネットワーク管理機能を備えた、高密度のシャーシシステム、スタンドアロンデバイス、拡張カードデバイス等がある。一部のデバイスでは、SNMP、リンクステータスのプロアクティブ管理、ネットワークマネージャーへのトラップ通知も行う。メディアコンバーターは、イーサネット、1 0 0ガビットイーサネット、ギガビットイーサネット、T1、E1、J1、DS3、 e 3同軸ケーブル、ツイストペアケーブル等に対応する。光ファイバーのモードは、マルチモード、シングルモード。真数は1芯タイプもしくは2芯タイプ。副芯も、半二重通信、全二重通信。コネクタの形状も様々な種類が存在する。通信速度、通信距離など、メディアコンバーターを対抗に接続するにはそれらの。 種類が一致している加工量しなければならない。ありがとうございます。